ご飯食べてお腹いっぱい、ドラゴンクエスト9星と、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さて、ではね、フラグが立ちました。入り方はこっから飛び降りるらしい、どうやら。ピャーン沐浴場まで一気に、ジャボンと。普通に次女の方々も入ってるんじゃん。女王なんか服着たまま入ってたのか。うわ、マジでスライスしちゃったの。あ、これ、あ、やばいやばい、食べた。まずいぞ。きたー。戦闘フラグ立ったー。終わったびっくり仰天、ギガントドラゴンみたいになっちゃったね。でかっ。今小さくならなかった。すごいね、そんなことも可能なんだ。もう行くしかないですね、これはね。ここかな？こうかな？あ、違うな。つぼこっちか。突っ込めー。うおージジの話なんか一切聞かずに。突っ込めー。お、敵がいるね。猫魔同士の進化版？ベルガルクーン。ベンガル猫から来てんのかな、多分ね。やべえな、ちゃんと防具買わないとダメだな、これ。うわ、46も食らうのか。キャダルコ。こら辺経験値、まあか、200だからね。でもやっぱり3000のさ、3000のメタルスライムブラザーズだけ、メタスラブラザーズをどうしても倒しに行きたくなるよね。効率がね。ここら辺はドラクエ5を思い出すなぁ、なんか。いや、ガレイウス、ユリウスの父、先代王である。なるほどね。しかし、人のぬくもりを死なぬまま孤独に生きる娘を見守るのは悲しい。愚かな父の願いを助けろと。任せろって。助けないと話が進まないんだからやるしかないんだよ。おっちゃんとかどうでもいいんですよ。ストーリーを進めたいんです、こちらは。とかね、そんなこと言っちゃダメですね。精霊石。これ、右なんかないね。オッケー。魔法の聖水。おう、多分魔法の鍵があるから開けれたんでしょうね。ここは多分ね、開けられないよね。そうだよね。牢屋っていうのは最後の鍵なんですよ、なぜか。墓がいっぱい。普通にポイズンマミー出てきた。多分ポイズンマミーで間違いないと思う。これ行き止まりですね。終わりましたね。行き止まりだよね。あ、触れたらしい。あ、ただのマミーか。じゃあせっかくなんで戦ってみますか。アーゴンデビル。あ、なるほど。顎か。アーゴンか。なるほどね。アーゴンって聞くと若干ハーゴンっぽいから怖いよね。あー、アサシンアタックとかでも2回攻撃なんだね。ゾンビ系は火に弱いのかね、相変わらず。それとも、そういうのはなくなっちゃってんのかな。おーぶね、急に出てくるな。明らかにこれ人死んでるよな。返事がない、ただの屍のようだー。出たー。聞けるとは思ってなかった。ないんで。よかったぜ。腐ったしたい。こっちじゃないのかな。まだなんか行けるようなとこあったもんね。はしごがあったから。多分そっちだな。この鉱石系はきっと錬金で使うんでしょうな。あそこに行きたいんだけど、これどうなってんだろう。あ、あんじゃん。右に行けた。よかった。行き止まりかと思った。動くな！あー！これはコアトルかな。ウィンド、ヘルバイパー。ヘルバイパー。問題ない。よし。いやー、ご飯食べてお腹いっぱいになったから、実況もなんか、元気が出てきますよね。やっぱお腹空いた状態で実況するのはね、空腹縛り、ハンガー縛りはね、やめた方がいいですね。実況の時は。これは上行くのが正解かな。ということは、正解じゃない方に進めば、宝箱。盗賊の花とかあるけど、一切使ってないからね。一切使ってないからな。これはいけないか。氷の結晶。まあ、ここら辺も、やっぱり錬金ものですかね。もうなんかね、自分の RPG 感が言ってるんですよ。こっちに物があるぞと。こっちは物色しといた方がいいぞと。もうね、聞こえてくるようですね、本当に。聞こえてきますね。声が。宝箱が俺を呼んでいる的なノリですな。でもこの下に行けないですね。ああ、なるほどね。結構ぐるっと回ってこないといけないんだね。アーゴン、オッケー。こっちに宝箱2つですね。時間帯変化、違う。何度でも取れるやつですね。青のグローブ。魔法の聖水。お、危ない危ない。道具使う。めっちゃ物持ってたんだな。青のグローブだっけ？これが、器用さが上がる。器用さは確か会心が出やすい。会心出てほしいのは、配信出てくれると助かるのがミリアなんで、ミリアにつけたいと思います。やっぱね、キラーピアスつけてるキャラクターの会心は強いからね、ドラクエ4で立証済みだから、アリーナで。小さなメダル。あれ？こっちって、なんだっけ？あ、そういうことか。ここら辺水路だよね、明らかにね。おっと、完全に水が枯れてるけど大丈夫なのか。違うか、これ、おお、水路じゃないな。魔法の盾か。これは、あ、みんな盾つけれねえんじゃないかな。盾スキル上げてないから。あ、つけれるやつもいいのか。そっか。根本的に上がんのか。盾ガード率、攻撃魔力。攻撃魔力も上がんのか。これは、攻撃魔力が上がるべきは、違う。攻撃魔力が上がるべきは、これだ。トラジャだ。さあ、さらに下に行くか。どこまで下に行かせる気だ？お、来た！やっと。これは逆サイか。いや。倒しちゃっていいのかな？うえ、喋っとる。スイートな人生を。動物的本能が訴えかけたんや。あの木の実を食べた人間になれるっちゅうてな。イケメンやで。うん、やばいよ。黒ギャルも言う通り。これは黒ギャルと意見が同意した。これはやばいわ。これはなんとかしないとやばいやつだ。まさかこんな性格してたとはな。ジャーカシーこれ本場の方に読んでもらいたかったですね。さあ、じゃあ行きますか。いいね。こう、たびたびこうやって、中ボス、ボス戦があるととても助かりますよね。ドラゴン切りいっときまーせん。やっぱり応援が強かったんで、応援と、スカラでトラジャー上げて、まず1段階ピオリム入れて攻撃。やっぱりこれが強いよね。ミリアがこのトカゲより速くなれば、ああ、やっぱりもう一段階上げない。うわ、強っマジかよ強っ大丈夫かな。テンション上げてルカにかけて効かない。まあもう一回いってみようか。回復して燃え盛る火炎か。バーハかけた方がいいかな。2回攻撃。応援スカーラールカに攻撃。テンション上げてスカラかけてルカにかけて、ルカにかかんないっぽいね。たけび動けなくなるか。うわ、えぐいな。それはえぐいな。ベホイミミリア攻撃。ミリアで73も食らうのか。相当強えだろこれ。応援ベホイミ。じゃあヒャダルコ攻撃。ルカに入らないか。ヒャダルコ76。ヒャダルコよう効きますね。お、見とれた。これは助かる。これはラッキーなパターンだな。よしよし。応援でしょう。で、スカラを自身にかけて、ヒャダルコと攻撃。ヒャダルコ。この60ダメージはでかい。うわ、95。特技、応援、ベホイミ。ヒャダルコを攻撃。でも一応パターンには入ってるから、なんとかなるのかなとは思うけど。素早さが戻る。見とれてる。ラッキー。なぜか男の子に見とれるトカゲさん。応援。スカーラー。ピオリム攻撃。多分大丈夫だとは思うんだけどね。これトラジャに1回攻撃来たら終わるのかな。やられんのかな。2段階上がってるとはいえプラス危ねえ。ブラース必殺チャージ来たんで、ここは使っていきましょうか。応援と必殺と、ヒャダルコと攻撃で。アノン強えな。76。ミリアに76だもんね。えぐいだろう。これ、ルカに入ればもっとね、簡単に終わるんだけどね。ルカにが入らなかったからね、2回かけてね。もしかしたら入る敵なのかもしれないけど、2回かからなかったらちょっと不安になるよね。こいつはかからないやつかもしれないと。たまたま運が悪かっただけか。火炎。よしパターンには入ってたからね、勝てるとは思っていたが、なかなか強い敵だったね。竜の鱗。これも錬金素材だな。いやいや、よかったよかった。勝てた勝てた。お。侍女の方。ただ、女王だからくっついていたってわけではないんですね、侍女の方々もね。やっぱりこの、女王の心の中っていうか、心の、叫びみたいなのを知ってた上で、やはり侍女をやっていたっていうことだったんですね。このまま魔物もなかなかですね。話がわかる魔物だったな。おおきに。あ、トカゲに戻れたね。でもこんな、心っていうか喋れるようになって、考えが分かってしまったトカゲをまたペットとして飼うのはさすがに俺嫌なんだけどな。飼うんだな。改めまして的な感じかな。いえいえ、どういたしまして。まあなんとかなりましたね。なかなかなハッピーエンドで終われたので、すごい気持ちのいい感じになりましたな。これはお父さんのとこ行った方がいいのかな。じゃあまあ一応行きましょうかね。はい。では動画としてはここで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。